お見せできたらいいなと思っております。拍手お願いします。それでは皆さんちょっと後ろ向いてください。後ろ向いてください。今回から、ハッピーこれを変えました。で、後ろに鉄って書いてるんですけど、これはもうシンボルワードです。我々のこのシンボルワードはそのまま前回のハッピーから同様で変わらず引き継いでまいりました。そして祭りとは何ぞやということで原点回帰を目指しまして、このザ祭りでしょ、このハッピー最高にかっこいいでしょ。もうこれ皆さんでみんなに考えた結果こういうハッピーのデザインになりましたんで、まあこのハッピーを一番良かったなのハッピーって思ってもらえるように今日頑張りますんでよろしくお願いします。皆さんじゃあ踊る準備できてますか？実際できてますか？よっしゃ行きましょう。それではそのままリサイクルダンサーズ構え。ウラジャー。スリア。ウラジャー。イヤ。スラジャー。Hey!
さあ、それでは彩り鬼を決めてください。ちょっと量産おるんで難しいですけど、その中でも輝いてた方、お、スタッフが、お、お、お、あの、逃げないでくださいよ。いいやつなんで、いいやつなんで。はい、おめでとうございます。で、ちょっと皆さん気づきましたかね。あの、後ろ向いてもらっていいですか。これ、これ、鉄って書いてますよ。ちょっと教えてください。なん鉄、鉄書いておかしいなこと。ちょっとパンツ破れたんすよ。いや、マジっすか。マイクでオンで言わなくていいんですよ、それで。あの、いいんです。大丈夫です。これなんで鉄なのか教えていただいていいですか。まあ、我々の仕事に深く関わるものが、ね、鉄となっておりますので、これはもうチームワードとして掲げさせていただいております。今ごめんなさい、 YouTube であのザバがちょっとこうパンツ破けのザマが今破れました。下落さない、下落さない。いや、でも大丈夫でしょ、売ってますから。まあ確かに、まあ確かにね。あ、皆さんありがとうございます。じゃあ前向いてもらってありがとうございます。じゃあ最後にちょっと一言、じゃあ気合入らんかもしれないですけど来てもらって、皆様暑い中わざわざ、ありがとうございました。この後も僕たち何か所か踊るんで、ぜひぜひ見に来ていただきたいと思っておりますので、皆様も暑い中、倒れないように頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。リサイクルダンサーズの皆さんでした。第1回目からずっと出てます。素晴らしい、ありがとうございました。ちょっとそういう風に見ちゃうから。はい、それでは左後方からお降りください。ありがとうございました。そうなんだなって見ちゃってる